看板に声よくいいよ。聞いてる？さあ、よっ。おはようございます。今日は4月14日です。大変爽やかな宮古島の朝を迎えております。これ見てください。こんなでしたっけ？あれ、水飲むやつってこんな感じでしたっけ？こうやって飲むってことかな？え？え？とっ、鉄。いやー、爽やかです。宮古島は今日も爽やかな天気になっております。青空。はい、やってまいりました。さあ、朝活です。ありがとうございます。今日はなんとですね、私誕生日週間ということで、誕生日プレゼントってわけではないと思うんですけれども、バナナの苗をいただけることになりました。どれだろうか。そうですね、こういった苗をいただけるということだったので、お店に植えようと思っております。はい、頑張りたいと思います。はい、小さいのの方は、はい、扱いやすいと思います。あ、そうなんですね。大きいと、はい、根っこがあまり張らないので、はい、この辺りもいいんじゃないですか。子供たち、そうそうそう、はい、かわいい子供たち、こういう感じの、はい、一つずつ外れて、これもこれで終わりだと思う。全然実が増えてますね。はい、あれ、あれが外れたんです。ほら、早い。あ、私から見るとなんかこの緑が、あ、緑、ね、新緑が綺麗だなって思ったりするんですが、はいはい、ありがとうございます、ね、これだともういくらでも増える、はい、これでいただきます。いるものはどうぞ。そしたらバナナ掘り返、どっちがよろしいでしょうかね。手前どうか。来ましたよ、バナナたち。はい、遅れてるから、はい、行きます。よいしょ。さて、さあ、誕生日週間です。クリーム食べたかったな。おいしい。はい、帰ってまいりました。ごちそうさまでした。また行きたい。誕生日第一弾ありがとうございます。また行きたい。ごちそうさまです。またじゃあ、また行こうね。改装が完了したら、キッチン用品が楽しみ。あ、そうだ、新用品が買えるらしいよ。そして私はこれから、よっこいしょ、バナナを植え付けます。ちなみに、そうそう、誕生日にですね、私買ったものがあります。これ、自分への誕生日プレゼントです。買いました。バナナ。
植えたいと思います。とりあえず行ってみよう。お、活用してますね。オールバーブラウン袋。お、指輪もしてますね。よいしょ。入れないかな。どうでしょうか。思っちゃったね。あ、気持ちいい。いやあ、泳げなら長間浜だね。うん、ちょっとなんか足怪我しそう。入るなら向こうだな。あ、向こう行こうか、せっかくだから。うん、待てよ、待てよ。さ、やってまいりました。抜けれるでしょうか。いや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 、あ、抜けました。よっこいしょ。危ない。あ、抜けた。こっちでいいですか。あ、ほら、いいじゃん、かっこいいじゃん。あ、三脚忘れた。ここ。はい。慣れてきました。キラキラです。え？そのままでお願いします。晴れてきました。波は強めですが晴れてきました。濁ってる、巻き上がってる、巻き上がっております。よいしょ。この三脚が活躍しました。綺麗だけど、いい天気です。夏花先生、夏花先生くつろいでおります。うわ、あったかい。岩盤浴です岩盤浴ですよ、これは。ほら、あったかい。太陽があったかい。風が気持ちいい。これ本当岩盤浴みたい。初めて日光浴の気持ちよさを知りました。いいよこれ、岩盤、岩盤、岩盤日光浴いいよ。岩盤日光浴、岩盤岩盤日光浴ハマりそうです。岩盤日光浴いいよ。聞いてる？聞こえてますか？えい、聞いてますか？よっ、久しぶりに登場しますが、あ、久しぶりのおやすみです。よし、行きますか。天気にも恵まれて大変爽やかな春らしい宮古島の一日を過ごすことができました。今週は誕生日ウィークということで、次回なっちゃんがご馳走してくれるそうです。そんな様子を次回の Vlog でお届けしたいと思います。そうなんですか、ご馳走してくれるんですか。誕生日ウィークです。さよなら。あ、いたすぐそこにいた。やっほー、やっほー。いや、残念だな、携帯が割れてなかったらそこにすぐ行くのに。